やっぱりそれはペイがいいから。そうです。じゃあ大学生たちってどのぐらいもらえる？学費の10倍するところもあるじゃないですか。何をもってプロ講師なんですか？大学生じゃなければプロ講師。そこ予備校の闇みたいな。先生がチューター業務的なものもやる。そうです。仕事をゲットできるかどうかでいうと、圧倒的に理科、英語で安定させられれば合格させやすい。入りたては3500円から4000円、経験があって4500円。そうだよ、始まりました、マキチャンネルです。今回はですね、ビリオジにやってきてもらったんですが、こんにちは、ビリオジ1号です。そう、ビリオジさん、はい、今年は大学受験にほとんど専念するということで、はい、まあ専念と言えるほどはあれなんですけど、はい、昨年度までは週6とかで授業をして仕事ばっかりしてたので、はい、その合間合間隙間隙間でただちょっと勉強してっていうことだったんですけど、今年は半分以下まで減らしましたね。全部医学部予備校だったんですか？今はそうです。はい、やっぱりそれはペイがいいから。そうですね、生物科学を教えて、うん、何だってね、息子をインターナショナルスクールに入れられる。お金高いんですよ。そうです、インターナショナルスクールってだってなんか300万ぐらいするって聞きましたけど。そうですね、そこまでいかないぐらいまで。でも近い、200万以上するんじゃないですか。そうなんですね、はい、予備校講師でそれ出せるって言ったら売れてるね、先生がやっぱ医学部予備校の先生っていうイメージなんで。もともと一番最初に予備校で働いたのが医学部予備校だったんで。医学部からやったと。はい、なんで寸大とかそういうちょっと大手のところっていうのは、あまり自分の中にはもともとなかったんですけど、やっぱ医学部予備校のうまさを知ってしまったら他の予備校など、めちゃくちゃいっぱいいますよ。多分医学部予備校で、まあ大学生の時とか大学出てすぐいいペインに釣られて入って、はいはいはい、そのまま人生を棒に振ったみたいな。いやいやいや、そっちで行ってしまうっていうのはよくあるパターンです。絶対そうですよね、はい、で大手なんかで、ね、せめぎ合いでやるよりも、はい、全然医学部予備校でやった方がいいみたいな。います、いっぱいいます。じゃあその医学部予備校事情をちょっとね聞きたいんですけど。はい、どうなんですか、ペイ的に言うと、はい、もう最初大学生たちってどれぐらいもらえるの？今はやっぱり低いです。あ、今というのはこの、まあ、何年かの相場で言うと、うん、10年前とか、はい、僕一番最初に医学部予備校で働いたのは20年前なんですけど、はいはいはい、その時は学生でも5、6000円の時給がありました。あ、時給5、6000円、はい、あ、なるほど。でも今は学生でそこからスタートっていうのはあんまりないんじゃないですかね。5、6000円だったらね、今のいわゆる大手のスタート級とかですもん。だと思いますね。ってことはまあ当然払ってる側もかなり多いってことですね、普通の学校より全然。そうですね、普通のいわゆる大手の、まあ、集団授業の予備校の、はい、学費の10倍するところもあるじゃないですか。学費1年ですよ。すげえ。まあ普通に800万とか。何が違うんですか、医学部予備校って。まあそれだけ払うんで、はい、それに対してのサービスがないといけないじゃないですか。そうです、そうです。それ何が違うんですか？それはですね、授業の質が10倍高いわけじゃないんですよ。ですよね。、はい、どう考えたって大手にいるずらりといる競合たちと考えたらね、おそらくですね、それだけの金額払ってでも行かせて医学部に合格できればペイできると。そうですね。だから合格させてくれるっていうことにコミットすれば、うん、そういうふうに高くなっていくんですけど、やってる中身はですね、事業しかり管理体制しかり、はい、こういうものをトータルでかゆいところに手が届いて勉強、自分ではできない子がいたら勉強できるまで一緒にやるとか。ちょっと具体的に教えてください。私は医学部予備校で働いたことがないから全然想像もつかないんですよ。何が違うの？いろんなところがあるので、はい、一概には言えませんけど、例えばですね、全部個別で、いわゆるプロ講師と呼ばれる先生が個別で全部教えてくれると、はいはいはい、そうなるとやっぱり時給は高くなりますよね。何をもってプロ講師なんですか？もう大学生じゃなければプロ講師。まあ、そこすごい予備校の闇みたいな。全員プロ講師とかって言うじゃないですか。何をもってプロ講師なんですか？はい、予備校でしか教えてないフリーターが、はい、フリーターがとかニートが陰キャ、陰キャ、陰キャ、陰キャ関係ない、はい、そういう人たちが教えてたらプロ講師。まあ、指導経験があるかどうかだと思うんですけど、合格させたことがあるとかそういうのをやっぱり採用の基準にはしてると思いますけど。別に片手間でやっててもプロ講師になれる。他の仕事をしててやってるけど、はい、まあそれもプロ講師。学生じゃなきゃみんなプロ講師。大学院生はそこが多分あ、グレーなんですね。グレーなんです。で、予備校の質というか品というか、下品なところもありますよ。あ、そうなんですね、はい、いいでしょう、どんどん言って。この人プロ講師じゃないだろうという人もどんどん抱え込むような予備校もあるし、あ、この予備校はすごいなと、規模は小さいけど先生が揃ってるなっていうところもあります。
あとですね、一番最初に僕自身が医学予備校で働いて驚いたのはですね、はい、ずっと付きっきりで教えてあげる。で、例えば6、7人の小さい集団授業があったとしたら、あ、そうです。医学部ってなんか小さいイメージですよね。そうですね。なんかでっかいところでやるイメージないですよね。そうですね。そこだと言ったらお嬢様が多いわけじゃないですか。はいはいはい、なんでうちの子が何十人も一緒のところで、なるほど、うちの子にもっと聞こえるように目の前でやってくれって、かゆいところに手が届くっていうのはそういうことだと思う。うんうんうん、なのでまあ5、6人とか7、8人ぐらいまでの少人数の集団授業とかで、で授業をしますと、こうだぞ、ああだぞと、でその後問題を解かせたりしてるのも見て回ってとか、小学校中学校の塾のようにきめ細かくもやるし、でも指導内容もやっぱり医学部に合格する内容を教えられなきゃいけないので、そういうことを教えられる先生がそういうチューター的なことも全部やると。ああ、先生がチューター業務的なものもやると。そうですよ。だからその問題を目の前で解かせて、質問を受けてっていう、そこまで全部やると、結局先生の時間を拘束するので、すごい授業量が高くなる。授業をしてる時しかお金は払われない。そうです。ただ授業の中に問題演習をしてるとかっていうのも全部含めたりしてるので、問題演習をしてる時にも教えて回ったり、質問聞いて回ったりっていうのも、いわゆるそのプロ講師がやるから全部の時間が高くなると。え、相場とか分かるんですか？今はこれぐらいじゃないかとか。時給ですか？大体分かりますよ。じゃあ平均してどれぐらいなんですか？平均しなくてもいいです。この上の世代はこれぐらいとかあります、はい、ああ、なるほど。入りたては多分3500円から4000円、はいはい、うんうんうん、経験があって4500円、5000円を超えて6000円、7000円ぐらいまでじゃないですかね。ああ、それを超えるとうざがられてきます。そうなんね。年取ったメジャーリーガーみたいなことですよね、はい、もうそれだったら若い講師を入れてっていう風にやっぱり新陳代謝の対象になっていくんですよね。それだといますよね、当然ね。最大手だったらそんなゴロゴロいますから、はい、だから今医学部予備校で働いてってますけど、大手駿台さんとか東進の方あまりいないんですけどね、河合塾とか、はい、そういう授業をされてる先生が個別の医学部予備校にっていうの流れはありますね。いますよね、結構見かけますね、はい、いろんなところで載ってたりしますもんね、そういう先生たちが、はい、教科によって差とかあるんですか？この教科は結構もらえるとか。教科で時給の差はないんですけど、仕事をゲットできるかどうかでいうと、圧倒的にやっぱり理科先生が少ないですね。まあそうか、確かに英語は多いですからね、先生自体。前オンライン医学部予備校のねコンサル始めましたから、はい、なんかやっぱ差つけないといけないっていうので、はいはい、そうそう、医学部って英語専門なんですけど、医学部予備校で英語だけあるんですか？そうです。変わってますね。あ、でも医学部受験でよく言うのは、数学はやっぱり飛び道具的なところがあって、はいはい、やっぱ上下するので、英語が一番安定科目だと。英語で安定させられれば合格させやすいっていうのはよく言いますね。おー、よかった。本当だから医者が英語やるっていうので、まあ、これはなかったかな。先生の動画に出てらっしゃった上田先生ですね。そうです、上田先生。医者で同時通訳者っていないんで、ま、いないですね、なかなか。まずいないんで。じゃあもっと闇について話しますか。え、じゃあ今まででこいつすごかった、こういうやつはやっぱ受かりやすかったとかあります？まあ、やっぱり進学校で中学高校と一貫校の中で勉強の仕方がもう身についていると、はい、でもそういう中でも文武両道とかで、その部活をずっと高3までやってましたとか、はいはいはい、高2の終わりまでやってましたっていう子が、その集中力を持ってですね、一気に勉強にシフトチェンジした時に1年で合格したのはやっぱりすごかったですね。なるほど。まあ、旧帝と言われるところの医学部に1年で受かった子もいましたね、うん、偏差値多分40ぐらいからしか。へえ、はい、やっぱり医学部って言うと、まあ、太郎生も多いですし、はい、ボンボンが多いわけですか、はい、お金持ちの、はい、やっぱこういうのは受からんっていう。僕自身は、はい、例えば五浪してますとか、はい、六浪ですとかっていう子たちを受け持ってから、その1年で合格させてみたいなことに喜びを感じながら、へ、今まではやり方がこうだったけど、うん、これをもっとこういう風にやっていけばって言って、こう最後の壁を突き破るっていうのを喜びを感じながらやってたんで、そういうこともありえるのはありえると思うんですけど、はい、でも沼化してるその本人たちの気持ちの中で沼に浸かってる感じで、なかなかそこから目が覚めるまでは大変だっていうのはありますね、うん、やっぱ先生とか予備校とかテキストとかに詳しくなって全然自分の力は伸びない、伸びないっていう。例えば先生を変える、予備校を変えるとかってパッパパッパ変えるだけで、はい、います、います。自分の力は伸びていかないっていう、お金持ちいますね、の子供っていうのがやっぱちょっとね多い、多いです。
ただそういう子が来た時にパッとお前ここから人生の先進めないぞっていうふうにして切り替えられた子は受かったりするんですけど、切り替えられなくてっていう子もいますね。ですね、やっぱ開業医同士のね子供とか、なんかね甘やかされて育っちゃってっていうのが ね、まあ、ね本質でとかってですよ、ね、めちゃくちゃ金を持ってる子供がいて、はあ、受験生がいて、はい、その子はですね、ここからちょっと闇の話をするとですね、模試がめちゃくちゃ点数がいいんですよ。はいはいはい、いますねそういう子、はい、それはなんか4路とか5路だからかなと思ってたらですね、はい、答えを買うっていう荒技を使うやつもいましたね。不正ですけどね、どこから仕入れるのとか分かんないんですけど、模試だけ点数がいいっていう。後日受験を、後日受験を利用するんじゃないですかね。先に始まってる、こんなこと言っていいんですかね。ああいいですよ、実際あることですね、はい、先に始まってるところの人からなんか買ってるんじゃないかと。あ、なぜかというと目の前で解かせたり目の前でチートができないような状況で解いたら全然できないのに、模試だけ点数がいい、いるんですよ本当に、はい、全く無意味なお金の使い方ですね、それ。お金が余ってるからできるんでしょうね、それ。そこまでしてプライドを守りたいのか。それじゃって合格できるようにならない。肥大しちゃってるんですよ、プライドだけ。合格できるようにならなきゃ意味がないのに、合格お金で買えないんです。裏口留学しかできないじゃないですか、それだとね。はい、いや、やっぱ闇ですね。闇、これはもちろん闇ですね、本当。こう、いろんな人がいると。はい、自分はね、はい、ダメだったんだっていうのを気づいて、変えられるかっていうのは本当ね、うん、あると思うんですよね。そう、変えてくれるきっかけになる先生との出会いとかっていう意味では予備校はいいかもしれないですね。なるほど。あとは模試を例えば河合塾ですとか駿台とかで受けて、うん、その成績がそのまま医学部への合格を図りづらいっていうのもありますね。あ、なるほど。結果からは、うん、やっぱりちょっとずつ内容がこうずれてくる。途中までは基礎力っていう意味ではあるところまで一緒なんですけど、離れていった行き先のものをやっぱりその模試で測ってもなっていうのがあるんで、時期的に結構夏終わって秋8月9月10月ぐらいになった時に、そのタイミングの記述模試を受けても、はいはい、医学部の合格率とちょっと離れちゃってんだけどなっていう、その時期とそれがマッチしてないのはありますね。なるほど。最後は模試をディスったということでいいや、じゃあ一つだけ、はい、だから医学部受験向けの模試っていうのが最近増えてますね。そうなんですね、はい、内容も医学部チックな。そうですね。まあ昔ほどは稼げないけれども、はい、目指してみるのもいいんじゃないかと。いいとは思います。ただ稼げないですね、昔ほどは。ああ、なるほど。で、どこまで行っちゃえば、はい、子供をインターナショナルスクールに通わせるぐらいはできると。ギリギリですね。でも夫婦共働きですから。あ、そうなんですね、はい。ちょっと医学部予備校のね、はい、闇をこれからまたいっぱい聞いていけるかも。言えるから。僕はもうね、しがらみないから全然。言えるようになった。普通に医学部予備校になった身。授業してますからね。うん、そうだ。干されるかもしれない。ヒヤヒヤされてますからね。予備校の方からしたら、そうですね、何言うんだこいつみたいな。ああ確かに釘刺されますよやっぱり。あ、そうなんですね。刺されませんでした当時の。僕はもうないから何の何の釘もないですから。当時は刺されてました。当時は回り回って刺されてました。直接は言ってこないけど、お回り回り釘があるんですね。そうそう、全然大丈夫。すごい強い。怖くもなんともない。はい、これは藤井にお、はい、いでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。